こんにちは。今日はですね、初体験をしたいと思います。生まれて初めての体験であります。昔のシャロンですね。安くてうまくてごめんなさい。神田が市役所の横にどうも安くてすいませんちゅうどもやすがありますかね。私はですね、水道料金の基本料が無料になっております。まあ延岡って水郷だけあって、もう渡人側の記憶にはですね、給水宣言なんかあった記憶がありません。
延岡におらんかった時期もありますけど、それでまあ水が豊富なんでですね、水道料金めっちゃ安かったんですよ。前の市長の時ですね、水道料金値上げしたんですよね。これが大幅に値上げしたんですよ。その理由がですね、すごいんですわ。予想が高いかららしいんですよ。なんか予想と合わせたらしいんですよ。可愛くないっていう人が一人おっとですけど、人間の本能としてですね、顔の半分から下に目口鼻を描くとですね、赤ちゃんみたいに見えるらしいんですよ。それを可愛いと思えない
そうや、親父にあの放水を、梨の放水をあげとったったけど、あれをそのもって食わんてかんねん。仏壇の上に置いちょる放水を食わんといかん。いい親父もらっていくぜーっつって。